とか悪いとかじゃない、ただの近所の女子っていう感じなんですよ。近所の女子っていうか、ね、仲が良くも悪くもない近所の幼馴染なことは確かです。あの宣伝で、あのなんか松田優作さんの息子さんが出た黒い人の宣伝、あんな感じ、仲が良くも悪くもないです。小山さんでもよく知ってる、なんていう、仲が良くも悪くもない、近所の女子、女子です。まあ分かる人は分かる、レジの愛ちゃんだけにも大体5年生の番です。特別仲がいいわけでも悪いわけでもない、全部母親を、とにかく、まあ、幼馴染であることは確かです。こういうゲームでネスラステーションのメジャーでレフトの本性をロールを超えたところ、レクリシンでディストレーションのテーブルをコレスポンドボールでマッシュを組んだストラックススペース、オークオークのチャンネルをボールでスペース、コンフォーマルコンフォーマルフォーク、オークオークのコンフォーマルコンフォーマルインビジュアルステージ。よく小学生の時仲良かった、小学生の時遊びました。小山さんとは遊んだ覚えがあります。小山さん、時遊んだ、遊びましたね。2年、2、3年の頃遊びました。それ以来はあんまり遊んでないです。グラウンドモーションのビヒーダーポンスポーツエクスペンプロセスのコンテクストのタイプをフォローでブランドでローナーを置いたフォローでコンテクストのレスリングがシミュラーを置いてブランドファンドで性格、あの小山さんに推薦するかしないかって言ったら、どうなんでしょう、頭が良ければ推薦するけど、そこまで成績良くないと思いますけど、小山さん、小山さんそんなに成績良くないです。数学できないですよ、あの人多分。まあ法学部の講師あたりぐらいいいんじゃないですか、別に。まあ性格、悪くも良くもない、別に特別良くもないし悪くもないし、推薦、頭が良ければ推薦しますけど、まあ普通じゃないですか。そんなによく勉強できると思う、まあ文系の勉強できるんでしょう。まあでもテレビに出るぐらいの人じゃないですか。テレビのコメンテーターになるぐらいの人じゃないですか。大したことないっちゅうこと。いやでも、まあ、まあそんなに留守じゃないですけど、そんなに美人じゃないですけど、まあそんな、まあ、悪くないんです、悪くないと思うんです。慶応の先生ぐらいでいいんじゃないですか。講師ぐらいでいいんじゃないですか。どうなんでしょう。性格悪くないと思う。僕にとっては悪くないですけど、他の人にとっては悪いかもしれません。もしかしたら大野さん、多分なんか他の東京の慶応の人にとっては悪いかもしれません。あんまり知らないので言われてます。幼馴染の僕は別に悪いというか、最初が悪いですから、ね、性格悪いというかきつい性格ですから、ね、なんかこれうまい、芦田愛菜ちゃんほど可愛くないですか。なんか芦田愛菜ちゃんやたら可愛いですか。なんかきつい女みたいな、慶応のきつい女みたいな感じです。でも可愛い女の子だったのも間違いないと思います。僕は覚えてますけど、僕家にも行ったことありますけど、可愛かったです、あの子。なんで俺のこの子まで行くのか、先生とこの子までどうかって、そういう意味ではそこまで頭はそこまで良くないと思います。レニアほど、お兄さんが京都大学ですけど、ね、レフォンほど小室で帽子の先生とか、俺がデクラスを見てくる。
の性格がですね、まあいい人にはいいんでしょうけど、悪い人には悪いかもしれない。カレント3世界相当ひねくれてるんじゃないですかね。ホンデルレイトでディスクでインクルホンデルとエクスペリエンスのね、レイトでホンデルとホンデルとホンデルとディスクレスポンデル。リクルホンデル、リクルホンデルとディスクレスポンデル。リクルホンデル、リクルホンデルとディスクレスポンデル。レクルフォーションは、レクルフォーションはサポートで、イベントでレクルフォーションは、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 レクヘイ、ハムレクションコンドウェンディが開催できてない、インディベンディとハムレクションコンドウェンディが開催できてない、インディベンディがインディベンディが開催できてない、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 あの、なんかね、ゴシップの宣伝に、ゴシップの編集長って、本に出てるゴシップの編集長に似てます。あと、生き物語のボーカルにそっくりや。生き物語のボーカルにそっくりですよ、大山さん。生き物語のギターの人って東大なんですよ。それで弱いけど、こんなことも間違いで、どうも弱いんだけど、いい。練習しようと、俺でも弱いんだけど。フォーで、今度は大きな話を取り組むのに、そうそうそう。今度は見えて、今後のメッセージと報酬法のレッスンを取る、僕は取る、入れすぎ、本当に僕は諦めてくれ。